ガーリックシュリンプをはしごしたいと思います。プリンプリン、ほんとこれが一番美味しいと思う。私はめっちゃ並び出したんやけど、なんかクリーム系、いやこれは日本人好きやわ。震えるほど高いんやけど。はい、皆さんこんにちは、Kです。今ハワイのアラモアナセンターに来ております。いやー、このもう一瞬でわかるこの人混み、もうコロナ禍とはいえめちゃくちゃ人が多いで、飲食店とかも、もう有名店はもう行列必須、ほとんどの店、もうほぼ全部の店にマスクがないと入れませんっていう、看板があって、まあ、こう見たらもうほぼほぼマスクしとる人が多いんやけど、まあ、一部全然マスクせずに普通に歩いとる人は多い、ハワイは。そんな感じで今日はアラモアナショッピングセンターの今の現状をお届けしたいと思います。こんな感じで、ヴィトン、さっきすごい並んどったんやけど、今はちょっとマシになったんやけど、入場規制とかも日本みたいにされとって、いい天気やな。でこれが1階のフードコートの様子、見て、もう12時前なんやけど、なんか前ほどこのフードコートのエリアがやっぱ縮小されとって、みんな順番待ち、平日よ、平日の今日火曜日。いや相変わらずやっぱり欧米人ばっかり、どこ行っても並ぶ今のハワイは。本当にこのフードコートも入る前に、あのコロナの、あの追跡チェックっていうのかな、名前と住所と電話番号を書いて提出して順番待ちする感じなんよ。ちょっとお昼ご飯作業してたんやけど、お昼ご飯買いに来ました。高いな、どれも。ラーメンとか16ドルとかも、もう震えてくるわ。ちょっと野菜が食べたい。結構もう日々ジャンクフードっていうか、もうなんかあんまり野菜取れてなくて、パンダエキスプレスのなんかワンボール、チューズワンエントレーとサイド選べるんやけど、それで 8.7 ドル、まあまあやな。で、ホワイトライスとなんかブロッコリー炒め乗せました。で水も2ドル10セントなんで、まあ280円ぐらいかな。もう本当にな、お金ちょっと余裕がないとハワイ本当になかなかストレスかもしれん。どんどん物価が上がっとるもんな。ではいただきます。すごい活気やろ。あ、めちゃくちゃいい匂い、中華の。これこれ、ご飯もめっちゃ大盛り、重たい。これでまあ900円ちょいぐらい、安い方よ本当に。なんかあのコーンのやつお菓子もらった。いただきます。野菜嬉しいわ、でかの茹で具合がちょうどいい。中華のこのオイスターソースの味がすごい、ご飯に合う。ちょっと甘めがいい。ビーフも柔らかい。ちょっと今アラモアナセンターを、ちょっと時間がフライトまであるので、うらうろうろしとったんやけど、なんか新しい店ができてて、なんかマーシャルっていうなんかアウトレットが、見て、すんごい広いでさ、見てドレスとかもさ、かわいい。これさ見て、めっちゃかわいくない？さらっと着れるし汗かいても良さそう。しかもこれで19ドルよ。こういう海外の
まあ、定価では買いたくなくて、アウトレットをこう漁るのが大好きなんやけど、日本には入ってきてないこのアメリカのブランドとかがすごいツボで、なんか日本で買い物するよりすんごいテンション上がる。これとか20ドルすごくない？こういうさ、ほらかわいい。でも24ドルよ。クッキングツールがめっちゃかわいい。やばいやばい、めっちゃテンション上がる。これさ、食器とかも売っとる、私の大好きな。3ドル何これ、結婚式のアイテムなの？なんて可愛いの。男性はさ、なかなかこういうのずっと付き合ってくれへんけど。はい、GoPro? Huh? I'm making a video for YouTube. Can I? By myself? I guess can. Okay. Thanks. 怒られるんかと思ったら、日本ではさ、もう撮影やめてよとか、なんか嫌な顔されるんよ。撮影交渉もしなあかんけど、海外はもうなんかこうやってハローとかやってくれて、撮影しやすい本当に。はい、早速マーシャルズで買ったやつに着替えました。見て、めちゃくちゃいい買い物した。このブラトップ2枚入って15ドルやから、まあ、1700円弱、安ない。でこれ2つで 9.99 ドル。もう早速入れ替えて前のポーチ捨てました。どっから来たっけ。いや、アラモアナって本当に迷路2階3階まであって、なんか通りがいろいろあって、むちゃくちゃ迷路。なんか新しい店がオープンしてたり、前あった店にまた違うブランドの店ができてたりするから、多分久々にハワイ来られた人は多分驚くかもしれへん。ハワイ来たら女子は絶対寄る、こちらビクトリアシークレット。あー涼しい。絶対このサニタライザーがある。すごい、これ全部 50% オフ。これさ、でかー、でかいのよ。多分男性はめちゃくちゃ入りにくいよな、いつも思うけど。でもさ、お土産とかに喜ばれるんよ、相変わらず安い。あ、フレグランスミストが6ドル。という感じで、アラモアナの現状をざっくり紹介しました。ハワイの動画は加工動画たくさん上げてるので、そちらでまたチェックお願いします。ザ・バケットリストの、新作絶賛好評発売中なので、ぜひ概要欄チェックお願いします。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。ハッピーアワーはしご酒をします。3ドル。ちょっと、いい感じ。生ビールやー。じゃ、これはお得。多分結構度数高くて結構酔っ払った。